徳川家貞は江戸幕府の第十三代聖夷大将軍。文政七年四月八日、第十二代将軍、徳川家吉の四、男として江戸城で生まれる。家なりは祖父、春貞は祖祖父、宗忠は高祖父にあたる。家吉は十四男十三条を設けたが、成人まで生き残ったのは家貞だけであった。しかし家貞も幼少の頃から病弱で、 人前に出ることを極端に嫌った。天保十二年に、大御所、徳川家成の死後、四次となる。しかし家吉は、家貞の啓示としての器量を心配して、一橋家の徳川義信を将軍啓示にしようと考えたほどである。だが、老中、安倍正宏らが反対したため、結局は家貞を将軍啓示とした。 黒船来航の19日後にあたる嘉永6年6月22日、家吉が病死したことを受け家貞は、第13代将軍となった。嘉永7年1月16日、マシューペリーが7隻の艦隊を率いて、再来日すると、幕府は、同年3月3日ビベワ新条約に調印した。家貞はもともと健康が優れなかったが、将軍就任以後はさらに悪化し、 廃人同様になったとまで言われている。このため、幕政は、老中、安倍正宏によって主導され、安政4年6月17日に、正宏が死去すると、その後は、老中、堀田正俊によって主導された。安政4年10月21日に、米国総領事、タウンゼント・ハリスを、江戸城で引見している。イエス・サダは、性質として、高塚佐政宏氏の娘、 秀子や一条中両の娘、秀子を迎えたが、いずれも創生し、この絵田だ広の幼女、慶子との間にも実施は生まれなかった。このため、将軍在職中から後継者争いは、すでに起こっていたが、イエスサダの病気が悪化した、安政4年頃からは、それが激化する。イエサダの後継者候補として、イーナオスケラ南紀派が推薦する奇襲藩主の徳川は、 吉富と、島津成明や徳川成明一橋派が押す、一橋義信が上がり、この両派が互いに、将軍刑事をめぐって争った。家貞はこの間にも表舞台に出ることは、ほとんどなかったが、安政五年6月25日、諸大名を招集して重邸である吉富を、将軍刑事にするという意向を伝え、安政五年7月5日に一橋派の諸大名の、 処分を発表するという異例の行動を見せた。イエスサダが将軍らしい行動を見せたのは、これが最初で最後であった。安政5年7月6日、死去。去年35、養子となった、ヨシ改め、家持ちが後を継いだ。日付イコール旧暦、イエサダの在任期間は、数年であり、この間に返記を賜った人物も、上記の2名だけであった。ありがとうございます。